にゃん。みなさんようこそ、こんにちは。アルファデッシュ。現代医療はロックパーに乗っ取られた。いい加減この事実を一般常識へと変えていかないといけません。さらにこの世界は医療だけではなく、ありとあらゆる常識が権力によって乗っ取られているよね。少しだけ僕の話をさせてください。僕は体重を80キロから30キロ絞り、現在では50キロ前後をキープしており、3年間ほど医者知らずの生活を送っています。以前の僕は重度の花粉症で1年中口呼吸、さらに偏頭痛持ちで、心臓はタックンタックンと雄たけびを上げ、不眠症ネガティブ、その他もろもろエトセトラ、病弱を極めているような男でした。当時を思い出すと、愚かなことに数ヶ月に一度病院に通うことが現代人として当たり前のことだと思い込んでいました。その後、あることがきっかけで覚醒します。ジョギング、縄跳び、スポーツジム、糖質制限、脂質制限、断食、添加物をなるべく避けるなど、自身の体を使いあらゆる実験をしてきた結果、今では人間本来の健康体を取り戻せた実感をかみしめるまでに至っています。それがイコールこの世のあらゆる狂気に気づくきっかけとなりました。さて、今回はその狂気の一つ、糖質についてまかり通っている通説の大嘘を暴いていきたいと思います。共に絶望し、共に希望を探していけたら幸いです。そもそも先進国のほとんどの国では、栄養士も医師も大嘘を教え込まれています。特に日本の教育は暗記型のため、日本人は権威からこれが正解だと言われたことを少しも疑いません。ツッコミどころ満載の知識も、正解だと言われれば正解になってしまうのです。正義感を持って最前線で汗を流している方々を悪く言うつもりは一切ありませんが、間違っていることは間違っていると主張していかなければなりません。ここで宗田哲夫先生という方の言葉を一部引用し、いくつかの嘘、デタラメをご紹介します。1、カロリー神話。血糖値とカロリーには何の関係もありません。にもかかわらずカロリー制限で糖尿病を治そうとする矛盾。これでは無意味で、かえって悪化させる可能性があります。低カロリーは体力が落ち、生活に支障が出る上に、皮肉なことに低カロリーなものには炭水化物が多く、かえって糖尿病は悪化するのです。カロリーではなく糖質量に注目して食事の管理をすれば、血糖値を管理することができます。薬を使わなくても人間の体は血糖値を管理できるのです。2、バランス神話。栄養士は口を揃えて食事はバランスよくと言いますが、しかし彼らのおすすめするバランスよくを実行すると、実は炭水化物を 60% も摂取することになります。タンパク質、脂質はそれぞれ 20% です。ところがこの栄養比率には、学会ですら認めているように何ら根拠がありません。それなのにこの根拠なき比率が金貨玉状となって、栄養士、テレビ、ネット、医師、アカデミズム、その他もろもろエトセトラの健康の考え方すべてを拘束しているのです。3、炭水化物善玉論。ほとんどの人は肥満が脂質だけが原因と信じ込んでいます。これこそが間違いであって、現代人の肥満はほとんどの場合が糖質過剰摂取で起こります。それなのに一般の人だけではなく、ほとんどの医師や栄養士は未だにこれを理解していません。4、ケトン体危険説。ケトン体は危険な物質であるというのは20年前の知識であって、もはや全盛期の異物である。今やケトン体は胎児、新生児のエネルギー源であって、健康とアンチエイジングのエネルギー源であることが分かっています。これらの大きな間違いが相互に補完し合うことで、炭水化物、糖質が中心の低カロリー食が推進され、今やますます肥満、糖尿病、成人病、小児糖尿病を増やしており、それを莫大な薬剤で治療しようという馬鹿げた医療が進行中というわけなのです。これらの説に基づいた治療法には完全に方向性が間違っているにもかかわらず、ほとんどの医師は気がついていません。多くの医学界がロックフェラーが書かせたフレスクナーレポートや、近代栄養学の父と称えられるドイツの生理学者ホイトが提唱したインチキカロリー理論をはじめとするガイドラインが、現在でも治療内容や予防の考え方を拘束しているため、健康の常識はすでに崩壊していると言えます。間違った治療の最も顕著な例が妊娠糖尿病で、実は妊婦のうち 12% が妊娠糖尿病と診断されています。妊娠中には胎糖の
つまり血糖値を正常に保つため、グルコースすなわちブドウ糖の処理能力が下がるからです。ところが体糖能が下がっているのに、医師は胎児にはブドウ糖が必要だと思い込んでいるので、糖質を 60% も摂取させます。この妊娠糖尿病はインスリンが十分に分泌されているのに効かない点が通常の糖尿病とは違います。糖尿病の場合はインスリンの分泌が不足します。にもかかわらず、妊娠糖尿病の治療には唯一インスリンが使われます。インスリンが効かないのに糖質をたくさん取らせて血糖値を上げて、さらにインスリンを使用するといった狂気ともいえる方法が取られているのです。こうしてどこまでも血糖値の管理ができなくなる状態がわざわざ生み出されていますが、糖質さえ減らせばほとんどが解決するという至って簡単な対処はされません。糖質を制限すればケトン体が上昇しますが、ケトン体が検出されると糖尿病専門医はこう大騒ぎします。非常にまずい、危険だ、知能が低下する。このような様々なとんでも治療に対して、先ほどご紹介した婦人科医で2型糖尿病を糖質制限で劇的に改善された宗田哲夫先生の研究では、胎児が実は高ケトン環境にあることが明らかになったことにより、ケトン体が危険な物質ではないこと、さらには胎児が糖質を必要としていないことが示され、解決の道が開かれました。この研究によると、妊娠中には胎児は脂質をエネルギー源にしているということが分かりました。ですから、妊婦には糖質ではなく脂質とタンパク質の食事を中心にすれば、全ては解決してしまうというわけです。これらの事実をきっかけに、皆さんと栄養学の間違いを正し、人の食を見直し、さらにはこれからの健康な食を考えていけたら幸いです。僕の発信に盲信する必要は1ミリもありません。ですが、間違った常識を一人でも多くの人が疑うきっかけになってくれれば嬉しいです。常識を疑うということ、これは現代医療全体の根本的な改革を意味し、さらには未来を作っていくこととイコールだと言っても過言ではありません。日本にとって少しでも有益な発信ができるよう尽力してまいります。今回はここまで。またドガウトコスねね
Thank you.